どうも、スケコムです。チャンネル登録、よろしくお願いします。今回はあれです。DDR5 メモリを美味しく調理していきます。2週間くらい前に11世代 CPU から DDR4 対応の12世代マザーボードに組み替えたばかりなんですけど、先日、仕事で秋葉原に行った時、運よくパソコン工房で DDR5 のメモリが売ってまして、いつ買えるかわからないので、とりあえず買っておいたんですよ。マザーボードは MSI の MPG-Z690 のカーボン Wi-Fi、Z590 でも使ってたやつで、バージョンアップ版ですね。本当は ASUS の ROG ストリクスを買うつもりだったんですけど、ノクチュアの NHU12A が使えないということを知りまして、ちょっとだけ ASUS に浮気して、結局また MSI に戻ってきてしまいました。メモリはキングストンのフューリービーストの 5200MHz、容量は 32GB です。4800MHz も売ってましたが、価格差が小さかったので強い方を買っておきました。これね、マザーボードとメモリで91160円もしたんですよ。で、DDR4 から DDR5 に変えるとゲーミング PC の性能がどれくらい変わるのか、いろいろ検証してみた結果をご紹介します。検証用 PC のスペックはこんな感じね。ちなみにメモリは 4800MHz に設定しました。XMP プロファイル1なら 5200MHz で動かせるはずなんですけど、Windows が起動すらしないんですよね。手動で BIOS をいじってみたりしましたが全然ダメなので、4800MHz の XMP プロファイル2を選びました。CPU-Z はこんな感じになってます。いや、5200MHz のメモリを買った意味なかったかもしれません。まあサムネにも書いている通り、この動画を作っている時点だと DDR5 はコスパ最悪です。まずはシネベンチ R23 のスコアから、マザーボードを変えたことで微妙にスコアが落ちてしまいました。ただこれはメモリの影響というより、BIOS の設定による差ですね。昨日まで使ってた ASUS のタフゲーミングには AI オーバークロックチューナーという自動オーバークロックみたいな設定があったんですよ。MSI のカーボン Wi-Fi にはそういうのはなくて、定格で動かしているのでちょっぴりスコアが落ちているんだと思います。ちなみにカーボン Wi-Fi の BIOS にはワンクリックで CPU をブーストさせる機能がありまして、これを使うとシネベンチのスコアも上がりました。ただこれ CPU クーラーがフル回転してうるさいので、常用するのはちょっと嫌だなぁという感じです。ここからの検証も CPU は定格で動かしています。超定番の 3D マークから、主要なベンチマークを3種類試しました。タイムスパイの結果がこちら。変わらんですね。続いてファイアストライク。これも誤差の範囲と言えそうです。最後にポートロイヤル。全然変わらねえ。続いてファイナルファンタジーのベンチマークソフトを試しました。FF15 をフル HD の高品質で走らせた結果、ほとんど変わらず。FF14 もフル HD の最高設定で試したところ、こちらもほとんど差はありません。おいおい。クレジットカードの履歴に9万円の請求が確かに載ってるんですけど、あれは幻だったんですか？ではここから人気ゲームを実際に動かしていきます。解像度はすべてフル HD です。まずはフォートナイト。あのですね、ナルトコラボのアップデが来たせいで今まで使ってたリプレイデータが消し飛びまして、厳密な比較になっていないことを先にお詫びしておきます。それとアフターバーナーの表示位置がなぜか微妙に変わりました。フレームレートを一番下にしたいんだけどな、よくわからんです。これは最高画質で動かしてみた様子ですが、まあほとんど差はないです。気持ちちょっぴり上がってるかな、というくらいです。続いて低画質。レンダリングモードはダイレクト X11 で、3D 解像度のみ 100% に設定しています。これはちょっとフレームレートが上がってるように感じます。勘違いかもしれませんが。最後にレンダリングモードをパフォーマンスに変えて試した結果がこちら。いや、これはもう確実にフレームレートが伸びています。画面によっては瞬間的に700を超えたりしますし、DDR4 環境ではここまで伸びませんでした。最高画質ではあんまり差を感じませんでしたけど、画質を落とすと DDR5 はフレームレートが伸びやすいのかも。ただまあなんというか、すでにモニターが処理できる領域ではないので意味はないんですけどね。
フォートナイトは DDR4 でも十分なフレームレートを出せます。続いてエペックスレジェンズ。このゲームもカジュアルマッチを実際にプレイして計測しているので、厳密な比較ではありません。まずは最高画質で動かしてみたところ、ちょっぴり上がってるように感じます。最高画質で動かしているのに、200を超える場面が結構増えるんですよ。低画質も結構伸びているように感じます。移動してるだけなら三脚に張り付いたりしますし、Apex とは相性がいいのかもしれませんね。ただスモークを焚かれた中で乱戦になったりすると200を切ったりしますけどね。Apex ガチ勢で、ほんの少しでもフレームレートを上げたいなら DDR5 メモリはありかもしれません。コールオブデューティのヴァンガードも動かしてみました。カスタムマッチでマップやボットの条件は全て統一して検証しています。最高画質はそんなに変わってないかなぁという印象です。最低画質まで落とすと、ちょっと伸びているかな、という感じです。DDR4 でも問題はないですけどね。続いてバロラント。Windows 11に変えてからクラッシュする不具合が起きてたんですが、BIOS の設定を変えたら解消しました。プラクティスモードで検証したところ、平均値はちょっと上がってました。ただ何度もお伝えしてますけど、すでにモニターが表示できない領域なので、DDR5 の恩恵は実感できません。あくまで表示上のスコアが伸びているというだけです。レインボー 6CG はベンチマークモードを最高画質で検証。Windows 11に変えてスコアが爆伸びしたんですけど、さらにスコアが上がりました。モンハンライズは体験版のおサイズ地討伐クエストを最高画質でプレイ。このゲームはほとんど差がありませんでした。アクションゲームで200前後のフレームレートを出しても、あまり意味はないですからね。ここからはレイトレーシング対応ゲームの検証です。まずはウォッチドッグスレギオンのベンチマークモード、レイトレオンで検証したところ、ほとんど変わりませんでした。最後にファークライ6。これも変わらずでした。ということで今回は DDR4 から DDR5 に変えたらどうなるかをいろいろ検証してみました。いや、私が言いたいことはもう十分伝わったかな、と思うんですけど、確かにフォートナイトや Apex はフレームレートが若干上がったように感じますけど、投資に見合った価値を得られたかというと、だいぶ疑問です。そもそも Core i7-12700K と RTX3070 なら、DDR4-3200 のメモリでも十分すぎるくらいフレームレートを出せるんですよね。フレームレートが400から450に上がったところで、得られる体験は変わらないんですわ。DDR5 のメモリと対応マザーボードに9万円もお金をかけるなら、DDR4 のハイエンドクラスのメモリを買って、余ったお金で焼肉でも食べた方が人生の充実度はアップするような気がします。だってさ、DDR5 のメモリって3万円以上するものばかりですけど、DDR4-3200 の 32GB なら2万円以下で選びたい放題ですよ。まあ DDR5 はまだ生まれたての赤ちゃんみたいなものですから、これからの成長に期待といったところですね。DDR4 は言ってみれば百戦錬磨の熟女みたいなものですから、もう大きな成長は期待できないですけど、経験豊富でテクニシャン、価格もこなれてます。今回検証した感じだと、DDR5 に手を出すのはインテルの13世代 CPU が出てくる頃で十分じゃないかな、という印象です。インテルの12世代 CPU は、DDR4 のメモリで十分快適。というのが私の結論です。この動画をご覧いただいた皆さんは、ぜひ私が投じた9万円を踏み台にして、納得のいくゲーミング PC を買ってくださいね。では今回の動画はこれで以上です。今後も PC ゲーマーに役立つ動画を作っていくので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。気になることがあれば、お気軽にコメントをどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。